皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。今から自分らしく築くキャリア、ケアの仕事の可能性を始めてまいります。本日の司会進行を務めさせていただきます、フリーアナウンサーの町亜生と申します。よろしくお願いします。私自身高校3年生18歳の時に母が病気で倒れまして、重度の障害を負って介護が始まりました。今注目されているヤングケアラーの当事者の一人になりました。それからも本当30年近く経つんですけど、年齢がバレてしまいますが、医療介護をテーマにですね、取材をしたりですね、自分自身も講演活動しております。最近では認知症と向き合う高齢社会実現会議の委員にも選んでいただきまして、今までやってきたことをですね、活かせるチャンスもいただいています。よろしくお願いします。さて、朝日新聞社主催ワーコオンラインセミナーは、厚生労働省の補助事業でもある令和5年度介護の仕事魅力発信等事業の一環として実施させていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて、自分らしく築くキャリア、ケアの仕事の可能性の第一部として、この人にお話を伺いたいと思います。ハリー杉山さんです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。本当に、ね、もうハリーと呼んでしまういや全然ハリーで大丈夫なんですよ。大丈夫ですか。ハリーさんとかじゃなくて全然もうハリーで。そうだよね、長いお付き合いじゃないですか、ね、そうなんです。ハリーとはですね、番組でね、そうなんです、ご一緒させていただいて、ちょっとだけなんですけど、はい、ご一緒させていただきました、はい、で、私からじゃあちょっとハリーを紹介させていただきます、1985年東京都に生まれました、お父様はイギリス人、お母様は日本人ということ で英語、中国語、フランス語含め4カ国語が堪能ということで、もう皆さんご存知だと思いますが、タレントとしてテレビ、ラジオなどで活躍しています。そして、SNS などを通じて介護に関してもご自身の意見、経験を、ね、積極的に発信しています、はい。本当にいつか、ね、一緒に仕事できると思ってましたし、この介護をテーマにした、きっと何らかの形で、ね、一緒できるんじゃないかと思って、今日本当に嬉しいです。で、ちょっと介護らしくない2人でお伝えしていくっていう感じなところもね、すごくいいのかなというふうに思ってます。そうですね、介護らしいそもそも何なのかなって、思ったりもしますけれども、なんかもうできるだけ、皆さんのためになるような情報をリアルにお伝えしたいし、もうやっぱり僕にとっては介護福祉士、介護従事者の方々も全ては僕の人生変えてくれたので、そういう感謝を込めて、そしてその介護職というものの魅力を、ちゃんとそれをまたリアルに、伝えたいなと思ってます、今全国回って講演活動もしたりしてる。そうなんですよ、ね、僕みたいな人がね、いやそんなことないよやはりが来てくれたら全国の介護職の皆さん元気になっちゃうと思いますが、だといいな。そのハリーが介護について発信するきっかけになったのが、世界一、もう本当一番尊敬する、お父様が、親友でもあるというね、インタビューでも答えてますけれども、27歳の時にパーキンソン病、そして認知症になって介護が始まったということなんですけれども、でもお父様本当すごいジャーナリストだったんですよね。そうですね、僕は父親のことをヘンリーっていうファーストネームで呼んでいたんですけれども、それってあまりないですよね。自分の父親を下の名前で呼ぶことってあまり許されることではないと思うんですけど、呼び捨てにはしない、でもそれくらい近い関係性だったんですけど、父親は1964年に日本に来て、オリンピックとともに日本の魅力をそこからも50年以上、世界と伝えたジャーナリストでした。でも本当家族の大黒柱のような存在であり、僕もいつか彼みたいになりたいなってずっと子供の時から思ってました、なんで行った、中学高校も全部父親と同じ道を進んでイギリスに行って父親に近づきたいという日々だったんですけれども、僕が27ぐらいの時に病院から帰ってきて、そういう本当僕にとっては呪文のような言葉ですよね、そもそもパーキンソンって何なのかなって、認知症って何なのかなっていうことを全く知らない段階で、そこから最初はあまり気にしてなかったんですよ。むしろ全力でこの事実というものを否定しました、信じたくないと、でもそこから、ちょっとずつ、症状が進行するとともに、これはどうすればいいんだって、で在宅介護を、2年ぐらい2、3年かな経験して、最終的には施設にお世話になるようになるんですけれども、
まあ本当知識がないことがいかに恐ろしいことなのか、そしてプロじゃないものとしての力には限界があると感じましたね。でもお父様にとっても、まあ、家族にとっても本当に青天の霹靂だったということ、はい、うん、でこれパーキンソン病と認知は同時に、まあ、診断された。そうだったんですよ、ほぼほぼ同時に診断され、うん、でそこから日常がいろいろと変わってくるのが、うん、例えば、うん、朝2時3時ぐらいに急に自慢の背広を着て仕事に行かなきゃいけないとか、うん、あれなんかガスの付け忘れとか、うん、で根本的な電話料金とか水道料金のお支払いができてないと親父らしくないなと、うん、あとは会う時にいつも彼は仕事先の方であろうと自分の息子であろうと必ず15分前に現場に来るような人だったんですけども、うん、時間にきっちりしてたんです。そう、厳しかったんですよ、うん、の割には急に、まあ、すっぽかしたりドタキャンがあったりとかして、うん、でもそれでもやっぱプロの方と話す前にはなんか年なんだなっていうふうにしか思ってなかったです、うん、だからパーキンソンが進行するとともに、まあ、手足のコントロールが効かなくなる、うん、はい、例えば今こうやって椅子に座ってますけども椅子から立ち上がるのが極めて困難になるんですよね。重心が乗ってないともう本当体に力が入んないような、でそれに対しての僕の介助がものすごく強引だったし、うん、でそうすることによってちょっとずつ僕と父親のやっぱ世界で一番愛すると言っても過言ではないような関係性が黒い、うん、渦ですね、うん、悪循環に飲み込まれてしまって、うん、僕と母親と父親の関係性がどんどん崩れていくように、うんうん、なりました。なるほどね、うん、でもさっきね事実を否定する信じたくないっていうのは、うん、まあ、でもこれ多くの家族が体験する、まあ、これ家族だからこそなんだよね。 で世界一も尊敬してるっていうお父様がやっぱり元気な頃を知ってるから、もうこの元気な頃を知ってるということがもう家族をがんじがらめにしてしまうっていう、で当たり前のことなんですよね、うん、人に相談すること、うん、プロに相談すること、うん、友達に話すこと、うん、そんなことなんか絶対しないぞと、うん、そんな恥ずかしいこと、あの父親が弱くなっている姿は人には絶対さらさないっていう、うん、これがいかに無知なことなのか、うん、後ほど痛感するようになりましたね、うんうん、でもそれだけハリーとお母さんは、まあ、ヘンリーに全力投球だったんだよね、はい、いやそうなんですよ、だから僕も母親も全力投球だったからこそ、うんうんうん、あの心もそうなんですけど、うん、体を壊すようになる、特に母親は、うん、もういつもピンピンしてるのにもう腰がもう、もう何回何回腰をやってしまったのか、うんうん、でどんどんフラストレーションが溜まっていくし、うん、認知症が進行するとともにうまくアプローチしないと、うん、やっぱり例えば自分の息子であることを忘れてしまう、うん、自分の、奥さんであることを忘れてしまうかもしれない、うん、そういった時にえなんでとか、うん、なんでこんなシンプルなことができないのって僕は怒っちゃったりしたんですよ、うん、で怒れば怒るほどどんどん家族の間溝っていうものは深まっていく、うん、そして本人もこっちに対してアレルギー反応が出始めるんですよね、はい、うん、目と目があった瞬間にうわーってなったりとか考えられないことですよ、うん、でもこっちはあ大丈夫だよって言ってできるだけいや怒らない、絶対俺は怒らないと思って、で例えば服を着替えるための介助でヘルプしようとする、服を着替えさせる、でも父親も180センチ近い、うん、それなりに体重もあるわけですから難しい、でやろうとしてる時にうまくいかない時に急にわーってなって自分を息子として思わずもうラリアットからアッパーからもうストレートから180のお父様から繰り出される、いやもう今はもう笑って話せますけれども、はい、うん、まあびっくりしましたよね。そうですよね、うん、そうだからもう本当、ね、母親にもう手が当たってしまったりとか、うん、なんなら僕もなんかもううわーってなってもう殴りそうになったことも何回もありますし、うん、むしろ父親を殴りそうになってもう一瞬もう殴る一歩手前で冷静になるとともに、うん、でもあまりにもフラストレーションが爆発しそうになってるからやーってなって壁に穴を開けたこともあります。あ、そっか、今でも実家にその穴あるんですよ。家の
壁に。不動産にバレるけど今そう、今うまく世界地図で隠してはいるんですけども家族がやっぱりどうしても失敗をね責めてしまったりとか、あとはいろんなことが分からなくなってる中、お父さんからすると多分怒られてることとか、あと家族を怒らせてることが、それは分かる、きっと本人はね分かってるから、なおさら萎縮しちゃうっていうのはね、そうですね、やっぱりね、あったのかもしれないですね。だから在宅介護は特にそういう日々が続出しちゃいましたよね。でも、はい、気がついたら普通に戻ってくる時もあるんですよ。でその時には普通に会話とかもできたりとかするし、全然大丈夫だよとか、背中マッサージしたりとか、手つなぎながら街を散歩することもできたりはしていたので、どうなってんのって思うわけですよ。その日その日のコンディションが全然別ですから、そうね、だからこう、インターネットとかで、調べたとしても、それは文字面では分かったとしても、やっぱりね、心がついていかないっていう。そうですね、もちろん情報は情報としてためにはなるんですけども、全て、自分で経験することなので、そこからいろんな学びがある中で、やっぱ助けてくれたのはプロの力だと。ね、はい、でハリーはね、ちょうどその時も本当バリバリ、今も本当大活躍だけれども、もうだから仕事もしながらお父さんの介護もするような状況だった。正確に言うと、父親が今思い出すと本当いろいろあった2012年という1年だったんですが、あの時は父親が、パーキンソン、そして認知症診断される、おばあちゃんが、僕がやっとのやっとで、受かったラジオ、昼の帯の番組があったんですけども、それの始まった4日目、脳梗塞で倒れちゃいます。でそこもうちの父が脳梗塞だと思ってなかったんで、普通に調子悪いなと思ってたんで、一晩過ごしちゃったんですよ。でそうなると翌朝も動けなくなったん でそれでもう関心、もう使えなくなっちゃって、そこもし自分が実家にいたらとか、もし父親が僕に連絡した中で僕はすぐ行動できたりとか、もう仕事でいっぱいいっぱいだったんですよね。おばあちゃんも倒れる、それ以外にもなんかプライベートで、あと事務所の環境も変えるっていう1年でもあったので、だからもう本当怒涛の2012年、したね。もう大変な中で始まって、生放送中に、スマホをオンにしてました僕。本来ならね、やっちゃダメじゃないですか。やらない、ただ病院とか、もしくは、そのビルの管理人とか、父親の仲がいい仕事の方々から連絡とかために来てたんですよ。お父さんやばいよみたいな、トイレからなかなか出てこないよみたいな、そういうことに対して常に24時間頭を張ってるので、大変でしたね。頑張ったね。いや頑張った。本当もやること全部やりきったって言える自信があります。私は頑張ってる家族には頑張ったっていうふうに言いたいし、ハリーは頑張ったと思うけども、でもやっぱり限界がね来てしまって、でも在宅介護から、介護施設へ、お父さん、入れるということになったんだけれども、でもこれね、私は介護施設を選ぶことは、私は今ねもう本当一つの、選択だと思うのね。だから僕はもうすごい積極的に進めますね。でもやっぱり多くの人が、自分のね、家族の力でやっぱり介護したいって思いは分かるんだけど、でも鬼の形相になってしまったら家族がやっぱり介護を受ける側は辛くなっちゃうので、なので施設でもだから選択して、あと介護職の、皆さんにも出会えてよかったって言ってね、最初から言ってたけど、やっぱりもうガラッと変わりましたか？もう人生変わりました。180度変わりました。っていうのを、まず父親が施設に行くことによって、これフルタイムの時もあったんですけども、もう本当に2週間だけ行って、そして戻ってくるというオプションもいろいろある中、施設にお世話になるようになってから、まずお互いみんな自分の時間ができるようになりました、そして寝れるようになった。寝れそうか。なるほどね。シンプルに、常にスマホを見てビリ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 する必要もない、父親も母親も、そして自分にも、また笑えるような日々が戻ってきたんですよ。
本来家族間に流れる穏やかな空気が戻ってきた。だから会う時すごい楽しみに会いに行くじゃないですか、あ寝てるなとか。でもトントンってするとすぐ起きるし、でももちろんその段階ではもうすぐ僕と分かったんで、まあ、血行もいいしご飯もちゃんと食べれてるし、そして自分から何かやろうとするモチベーションが、実家の中だともうすごい圧迫された空間だったんですよ。そもそも介護施設の方が広いし、で全ての動線とかも別々じゃないですか、我々の日常の例えば、動きと父親の動きと全部被ってるんで、実家の中だと、だからもう本当分かりやすく言うと、あ元気になってきた、母親の腰も治ってきた、自分も仕事に集中できるようになったってことは仕事のパフォーマンスも高くなりますよね、仕事も増えていく、でそこから施設側のプロフェッショナルなアドバイス、そして例えば面会とかに行くときに父親をリハビリサポートしようとするんですよ。あハリーさんそういうふうに、座ってるときに立たせるんじゃなくてこういうふうにサポートしてくださいっていう、でいろんな情報も入ってくるし、そこで見事な三角関係が形成されるんですよ、最高のチームワークができましたね、そうですね。だ家族もチームの一員なんのよね。だからそうなんだ。だから介護施設を選ぶ人ってどうしてもなんかお任せするみたいな気持ちになっちゃうんだけど、まあ、家族は家族でできることを私はやればいいと思うので、これ究極だと思うんですよ、フルタイムでも完全に預けて、で年に 2,3 回とか、そういう方々ももちろんいらっしゃると思うんですけども、一番理想なのは、施設に入った当事者も、自分の家族にも会いたいわけだから、定期的に会う、母親は全身全霊タイプだったので毎日行ってました、で水分量がどれくらいだったとか、もう常にもう母親もスマホ触ったことないのについにスマホ買って、もう日常的に僕にレポート送ってくれるんですよ、もうこっちも安心できる、なるほど、そうして僕も仕事に集中できたんで、会うたびにはもう集中でしたね。もう2時間ぐらい会う時間をかけて行って、そして施設側の皆さんに、などうも今日来ました、まず水を飲ませる、そしてマッサージガンとかいろいろ使って、もう固まってる背中の筋肉、足の筋肉の刺激を入れる、でいろいろとストレッチさせる、そうすることによってちょっと立ち上がれるんですね、もう本来こういうふうに寝てるから、でそうやってそこからすぐリハビリさせようとするとうわーってなっちゃうんで、で30分ぐらいいわゆるウォーミングアップさせてから歩かせて、でバイクマシンがあったんで、バイクマシン乗せたりし、乗せさせたりとかして、そしたらみるみる元気になりましたね、ハリーもやっぱり介護職の人からいろいろ学んだんだなってことがもうだから本当素人とプロの差が恐ろしいと思いましたね、で家だとねもうすぐ立たせるみたいなね、やってしまってたかもしれないけど、叫んじゃったりとか、ね、なんでできないのとか、もう尋問みたいになっちゃったりとかしたんで、なるほどね、でもハリーが、そうやって介護施設で、暮らすお父さんと、ケアしてくれる介護職の人たち見て、一番何がすごいなって感じたことあります？介護職が一番すごいなと思ったところ、たくさんありますね、だけど認知症と向き合う方に対しての話し方、これ重要でした。絶対声を上げない、そしてハリーさん認知症と向き合う方は人それぞれですけれども、視野がどんどん狭くなっていく、だからハリーさん上から話さないでください、話すときにはできるだけお父様と同じ目線というか同じ高さの、高さで話してください、もしくは下から、そうするとお父さんはハリーさんってすぐ分かってくれますよって、でも本当おっしゃる通りでした、で耳がどんどん遠くなったんで、そういったときにもうそのカンペの書き方とかもうちょっと大きく、あと音楽を聴かせてみたらどうですかっていう、だから父親が大好きなエリック・クラプトンとか、昔の60年代70年代のイギリスのロックとかもヘッドホンを買って聴かせたりとかすると急に目がパチッとなって、普通にこうやってそのリズムとか刻むようになるんですよ、でそうなってくるとおそらく神経伝達がそううまくいってるのか、すぐなんか立ち上がって何かやりたくなる、そういうなんかこんなこともできるんだなっていう情報をたくさん得ることができましたね、なるほどね、いやでもじゃあ本当にホームグ選んでよかったね。そうです、だから本当僕にとっては介護施設でお勤めになられてた
みんなって言いたくなっちゃいますよ、うん、皆さんってみんなそれほど親近感を持って話させて今いただいてるので、うん、もう社会のヒーローだと思います、うんうん、やっぱこういう、ね、超高齢化社会なわけですから、うんまあ、医療従事者の皆さんもそうですけどもその介護従事者介護に携わる全ての方々が社会を支えてると僕は思ってるんですよ、うんうん、こういった方々がいなくなってしまったらもうこれも恐ろしいと思います。そうね、うん、もう家族だけでやる、まあ、もともとね介護保険制度はね家族だけじゃなくて社会でこう介護する担うという目的で始まったんだけどでもそれでもやっぱりまだ家族がね頑張ってしまうっていうところがあるんだけど、うん、でもぜひねそういうあのプロの力を借りるっていうことは知ってもらいたいですよね、うん、あの介護施設に自分の大切な人を預けるっていうことはあの僕はもともと死の宣告を与えてるって、うん与えてしまうと思ってしまったんですよ。なるほどね、何も知らないから、うん、真逆です、うん、むしろ人生の黄昏、うん、僕はビクトリーランってね勝手に言わせていただいてるんですけどそれをより豊かなものにさせてくれる山登りのシェルパ的な存在だと僕は思ってます、うんねうん、だから本当僕はもう感謝の気持ちでいっぱいだし、うん、一人一人の顔も今でも覚えてますし、うん、なんならお世話になった介護施設も時々顔出しに行ってます。あなんだはい、巨大なスイカを毎年1回渡してます、はい、あそうなんだ介護施設の人嬉しい、まあ、やっていいこととやっちゃいけないこととかいろいろあるんですけれども比較的、ねうん、皆さんと会って、はい、あの時は本当ありがとうございますって今定期的に伝えたいなと思うし、うんうん、僕の人生はあの彼らによって180度変わって、うんうんうん、もう後悔なくやれること全部やったと自信を持って言えます。なるほどね、うんうん、ねだから自宅だったら、ねはい、なかなか本当生活をするだけでいっぱいいっぱいだったけど介護施設だったからまた、再び外出したりとかってこともできた。これはいっぱいあったんですよ、ね、家だとほらもう、ね、生活をするだけでいっぱいいっぱいになっちゃってたけど、はいうん、それもやっぱり良かった。コロナ前だともちろん面会が許されるわけですから、うん、会いに行きます、はい、そして軽くマッサージします、うん、じゃあお父さん調子良さそうだから、うん家帰ろうかってで家に連れてってで、うん、家の下のカフェとかで父親が大好きなビールを、ねうん、大丈夫なんですよ。それもう施設側と確認したんだよ。ビールちょっと飲ませたりとか、うんうん、であの好きなちょっとバーガーとかお肉とかも大丈夫かな、ね、あ飲み込むことができるかなとかそういうものをしっかり見てで飲み込みのポイントとか誤嚥性肺炎も何回も後々やるようになったりとかその前も1回やってたのかな、うん、気をつけなきゃいけないポイントも全部伺ってたので元の生活をちょっと取り戻しつつ、ただ基本的なベースは施設側に頼るっていうシステムを取りましたね。うんうん、やっぱりその外出する時の父親の、はい、あの喜んでる顔を見ると、うん、あなんか元に戻ったなっていう、うんうん、気持ちにもなれたし、はい、父親に対して、うん、うんちゃんとした親孝行俺できてるかもって、はい。うん思いたりしましたね。なるほどね、うん、いやでも在宅で一生懸命やってる時も親孝行だったと思うし。そうなんですよ。でもね、ただ在宅やってた時にはもう本当、うん、なんか毎日毎日もがむしゃらだったんで、うんうん、ちょっと余裕を持てるようになったんですよ、ね、そう介護施設という存在のおかげで、うん、でその余裕って言葉が大事だよね。それはね、うん、あの家族もそうだし、まあ、あと同じように介護施設で働い介護現場で働いてる人たちにもやっぱり余裕が必要かなという感じがします。もう本当それおっしゃる通りで、うんうんそのコロナ禍でのとてつもない負担と、まあ、ストレスとの中で皆さんお勤めになられていたじゃないですか。だから今日本社会がどういうふうに動かなきゃいけないかなっていうのは、うん、じゃあ支えてくださっている介護に携わるスタッフの皆さんたちのことを、うん、じゃあ今後どういうふうに我々が支えていくのかっていうところがポイントだと思ってます。そうですね、うん、いやでもハリーがね大きなスイカ持ってって、はい、挨拶に行くことはもう立派ななんか支え応援に、うん、なってるような気がします。あのでそう介護施設の、ね、人たちやっぱり本人が亡くなられちゃうとどうしても、ね、家族とはちょっと縁が薄くなっていっちゃうけどでもそうやってつながれてるっていうのは絶対介護職の人の励みになってると思います。僕が出る介護に携わる番組はだいたい報告する、はいうん、ことにしてますね。あの電話で一本でつながったりとかなので、これが、まあうん、あの世に出るタイミングでもね、うん、あの会いに行くいい言い訳になると思うので、なるほどね、はい、分かりました。いやまだまだねハリーにはお話あの伺いたいんですけれどもこの後も、はい、第2部のトークショーでも、はい、お付き合いいただきますが、あでも一言介護職の皆さんにエールを送ってもらえたらと思いますが、はい、はい、分かりました、うん、カメラ目線で言っちゃっていいですか。はい、はい
介護に携わる皆さん、皆さんのおかげで僕と父親も母親も本来の生活に流れる穏やかな空気、そして喜び、笑うことを思い出すことができました。僕の人生を支えてくださったのは本当感謝しています。毎日いろんなことあると思いますけれども、本当に心の底から応援しますし、それは今後僕のライフワークとして皆さんをサポートしていきたいと思います。Good luck. 頑張ってください、はい、本当ありがとうございます、はい、いやもうなんかちょっとじんと聞いてしまいました、はい、第2部では実際に介護の現場で、ね、働く方にお話を伺いますので、第2部も引き続きよろしく、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、お願いいたします。さてここから第2部、ハリー杉山さんと介護従事者の方々とのトークセッションに移りたいと思います。ここからご参加いただきますお二人をご紹介したいと思います。まずは株式会社ソーシャルビューティーフォト代表取締役社長、美容師そして写真家でもいらっしゃいます、メイクと写真撮影の出張サービスを通じて自己肯定感を高め意欲の向上を促す取り組みを実践している山田真由美さんです。山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一人、茨城県を中心に調剤薬局や介護事業を展開する会社が運営していた水戸市のトータルケアサービスヘルサで施設長を務め、現在は株式会社サンテ居宅介護支援事業所ヘルサのケアマネージャー、介護支援専門員と地域霊験室室長を務める介護福祉士の照沼博子さんです。照沼さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お二人とも緊張されてますか？はい、はい、大丈夫です。ここからハリー杉山くんがですね、はい、緊張をほぐしてくれると思いますので、この4人で進めていきたいと思います。お任せください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそもそもなんですけれども、うん、まあ、山田さん今経歴紹介すると、まあ、美容師でもいらっしゃったり写真家でもいらっしゃるんですが、そもそも介護に携わるきっかけは何だったんでしょうか？はい、はい、結婚してで子供が生まれて小学校に上がるぐらいまでファーストフード店でずっとアルバイトをしていたんですね。で、介護保険制度が2000年に始まって、でちょうど私の主婦の仲間でヘルパー2級取っとくといいよっていう話があって、資格あると、まあ、いいよっていうふうにあったので、で介護士の、ヘルパー2級の資格を取って介護施設で働き出したっていうところがそもそもの始まりだったんですね。それってちなみに介護に携わるお仕事を始める前の介護の印象、イメージっていかがでしたか？そうですね、まだその介護保険制度ができたばっかりで、介護職ってどういうものっていうこと自体が普通の人あまりこう知らなかったんですよ。でお店で体調が悪くって倒れてしまった方がいて、でその時に働いていたスタッフがものすごいテキパキとその病院救急車呼んだり対応してるのを見て、この人なんでこんなにできるんだろうって思っていたら、その方が介護のお仕事をしていて、でケアマネージャーさんでもあったんですけど、でそれでダブルワークをその時されてたんですけど、すごい介護の仕事ってかっこいいなって思ったんですよね。なんかこうすごくかっこよく見えたんですよね、その時に。じゃあ山田さんの中では、まあ、辛いとかきついってイメージよりは、はい、その倒れた人助けたっていう、はい、そこのなんか心強さみたいなのがあったってこと、ありましたね。でもそれはね、私も実はこの間電車の中で経験したんですけど、倒れた人がいてパッと動けたのはやっぱり看護師さん、その人は看護師だったんですけど、なんかこう私も動かなきゃと思ったんですけど、やっぱり動けなかったんですよね。だそういう意味ではその方はダブルワークしてたことがなんかそういうね、人命救助の場面で役に立ったっていう、はい、いや本当にそうだと思います。もう触っていいのかどうかもわからないですよね、はいはい、ね、で実際山田さんは実習にはどんな施設に行かれたんですか？はいはい、最初の実習先はデイサービスだったんですけど、でその後特別養護老人ホームで働いて、でその後有料の老人ホームでお仕事をするっていうような形で、はい、なるほど。その時年齢を聞いていいですか？山田さん、はい、おいくつだったんでしょう？そうですね、はい、ヘルパー2級の資格を取ったのが32歳で、で
その後15年ぐらい介護の現場でお仕事を子育てね、子供も生まれて子育てもして、うん、あのファーストフード店で働いてたけど30歳で代で、はい、そうですね、シフトチェンジ、はい、シフトチェンジしました。なるほど、分かりました、はい、で続いてですね、照沼さんなんですけども、照沼さんが、まあ、介護に携わるようになったきっかけは何だったんでしょうか。はい、私はもともと多大番号の勤めているところの会社でやっている調剤薬局の方で事務全般をしておりました。うん、約9年ほどそちらで働いておりまして、そのあたりから本格的に介護事業の方を展開するように会社の方針としてなりまして、うん、人事異動で、今いる施設に、異動になりました。うん、でもその調剤薬局の事務からの転職ってちょっとびっくりですよね。はい、そうですね、うん、今まで介護をしようと思ったことは介護のお仕事としてやろうと思ったことは一度もなかったんですけれども、ただ異動によって、まあ、やらざるを得ないっていうところもあったんですけど、人事は人事ですからね。そうですよね、人事なので、はいはい、で移動して実際に就いた職というのは何だったんですか。まずは調査薬局の方では請求業務の方も、保険請求の方もやっておりましたので、施設に移りまして、生活相談員とその請求業務の方をやるっていうことから始まりました。でどういう仕組みになっているのかっていうところを覚えるっていうところから始まりました。うん、介護施設って、はい、知識がない場合、うん、行ったことがない場合、どういう場所かわからないじゃないですか。うん、まあ、僕もそうだったんですけども、まあ、当時人事で異動が決まり、初めて介護施設に足を踏み入れた時にはどのような印象を持ちましたか。私は何も資格がなかったので、うん、すごくや怖かったです。皆さん専門職の中に何も知らない私が、うん、例えば朝礼の中で発言しなきゃいけないっていう時にはもう本当にドキドキしながら、こんなこと言っていいんだろうかと思いながら、すごく緊張したり不安だったりっていう思いで携わるていた時代を思い出します。そうでした。で、まあ、いきなり、まあ、ちょっと間はあったといえ施設長になった。そうなんです。そうなんです、移動して3ヶ月後には、まあ、施設長 の、 役を仰せつかりまして。すごい昇進ですね。そうですよね。なのでもう本当にドキドキで、うん、私ができるんだろうかっていうところで、うん、そこからやはりこういろんな方のこう介護技術だったりっていうところを見ながら、やっぱり技術がなきゃいけないっていうところで、そこから勉強を始めることにしました。あ、なるほどね。いやでも何も知らないからこそ、もしかしたらみんなのこう意見を素直に聞けたっていうのもあるかもしれない。そうです、ね、逆にもうゼロベースですもんね。はい、ゼロでした。本当にゼロでした。教わること全部一つ一つが新鮮でして、もう私と知らないことばかりでしたので、でもその技術を覚えたりその知識を増やすことでご利用者様にとって、まあ、適切な介護ができるっていうこともそこで感じました。うん、はい、なるほどね。介護には向いてると思いましたか。そうですね、人にの役に立ちたいっていうのが私の心にありましたので、そこはやっぱり向いていたんだと思います。うん、最初はもう知識もゼロですし、資格も取ってないっていうことですよね。それがちょっとずつまず資格を取るようになる。ただ紙で合格っていうのをもらっても、まだ実践っていうのはまた違う話じゃないですか。実践できるようになって、あ、これって私今後ずっとこの仕事に携わっていきたいな、うん、これって私今貢献できてるって思えるような瞬間っていうのが訪れたっていうことなんですかね。そうですね、認知症の方がどうしてもこう暴れてしまったり大きな声を上げたりっていうことがありまして、はい、うん、その時にこうそばでお話ししたりってすることによって、それがなくなっていったっていうことがありまして、うん、わあすごいと思って嬉しい。 それがすごくこう暴力ではないんですけど、こうちょっと殴ったり蹴ったり、女の人だったんですけど、うん、しているのが最後にはありがとうって、うん、言ってくださって、うん、それが
すごく嬉しかったです。うん、まあ、でもそういうのマニュアルとか教科書では得られない、やっぱり実際向き合ってるから得られた、なんかね、達成感というとちょっとあれかもしれませんけれども、まあ、できたっていうことですかね。よくわかります、うん、さっきまであんなに、ね、怒ってたのに、もう終わった後にはもう楽しく2人でお茶飲みながら野球を見るって、これどんな人生なんだと思う時がありましたけど、よくわかりますね。はい、でもそれぞれ、ね、違う経緯で介護に携わるようになったということなんですけれども、うん、山田さんは介護職でもあり、であと美容師でもあり、写真家でもあるということでですね、で現在は介護施設や個人宅に出張してメイクアップと写真撮影をする会社を立ち上げているということなんですけれども、はいはい、すごいですね。なんか自然な流れではあるんですよね。やりたいことをやっていったら、はい、最終的には一つの形になったので、じゃあこれは介護の現場を外側からこう介護に携わるお仕事をしていけたらいいなっていう、施設ではなくてっていうふうに思って今の形になってるっていう感じですね。でもね、介護の現場ではメイクすることでやっぱりご本人の表情が明るくなるっていうのは、もうこれずいぶん昔からは、ね、はい、メイクとか美容の効果っては言われてたんですけど、実際どうですか？いや、私もともとがそのスタートは介護職 で施設の中でそのネイルをしたりメイクをすることによって、先ほどねお話があったみたいにこう暴言を吐いていた方が急に女性らしくなったりとか、リハビリを拒否している方がメイクした姿を見せたいから歩きたいとか美容院に行きたいっていう意欲が出たんですね。でそれをやっぱりもっとちゃんとするために、じゃあ美容師の資格を取った方がいいだろうということで、施設ってシフト制なので、夜勤のお休みの日と夜勤の日とかをうまく使って、3年間だったんですけど通信で資格を取って、施設の中で美容のプロジェクトを立ち上げて活動をしていました。はい、いやでもこれやはり美容師さんが、まあ、でも接客でもあるから介護職あると思うんですけど、介護の仕事しながら資格取るっていう、いや、とてつもないバイタリティだと思います。楽しかったんですよ、それは、うん、すごい楽しかったので、うん、もう施設で、はい、みんなヘアカットするときって並んだりとかするじゃないですか、はい、うん、で切っていただいてる時の父親の表情とか、うん、他の利用者の方々の表情を見るとすごい明るいんですよね、うん、ほんのちょっと切るだけなのにこんなになんか楽しそうにしてるのって、はい、だからもうヘアカットをしていただく前に、うん、並んでるその時の歩いてる姿と、その後、うん、切ってもらった後の歩いてる姿、うん、持ってるオーラ全然違う。そうなんです、うん、そうなんですよ、本当にそうなんですよね、うん、それを伝えたくて写真をっていうところがあるんですよ。ああ、なるほど、はい、そこでそうか、なるほど、切って綺麗にしただけじゃなくて、はい、はい、でそれを残す、で認知症の方も例えばその綺麗にした姿の写真が残っていると、あ、私こんなに綺麗なのね、でじゃあちょっとここにある口紅を塗ってみようかなとか、あ、私笑った顔ってこんなにいいのねっていう風に写真があればまたその日の記憶を呼び起こせるんですよ。なので、あ、やっぱり写真大事だなと思ったので写真っていう風になったんですけど、はい、これ写真 もう介護の仕事しながら勉強、はい、はい、勉強させていただいて。山田さん勉強家ですね。好きなことをやってるだけなんです。勉強してるって感覚ではまるでないんですけど、はい、うん、女神ですね。ね、本当すごいですね。だってもう本来だったらもう仕事終わったら、はい、帰るぞ、一杯飲むぞ、寝るぞになるところを、さらなるバイタリティっていうものが刺激されて、できっとでも麻さんにとっての生きがいっていうものは、自分ができるからこその満足感ではなく、おそらく一人一人の利用者の方々のその顔の表情の変化であったり、昨日と比べて今日の方がちょっとご飯食べるようになりましたよとか、あと例えば毎日どれほど水分を摂取されてるとか残ってるじゃないですか、それを見て、あ、ちょっと昨日より300ミリぐらい増えてるぞって、そういったところですよね。介護のお仕事の私は楽しさって変化だと思うんですね。
でそれはポジティブな変化が現れた時に初めてそこでお仕事してる人ってこうやりがいだったりこう働きがいだったりっていうのを感じられると思うので、うん、私はそうやってずっと楽しんで仕事をしてましたね、うん、でも介護をかける丸々でね、介護かける美容をかける写真っていうことを山田さんは実践されているのが伝わってきましたが、でもあの、ね、心の余裕、時間だけじゃなくて余裕っていうのは時間だけじゃなくてやっぱり心の余裕も大事なのかなっていうのを、ね、感じました。山田さんみたいに好きなことをやりながら介護をこう2足のわらじ、しかも3足のわらじをやってらっしゃるという。でもこれ可能になったのはやっぱりシフト制っていう単語がワード出てきましたけど、だから自分でちゃんとやりたいことをやろうと思ったらシフトでうまく調整できるってことですね。シフト制にはすごく助けられましたね。自分でお休みを調整できるっていうのはすごく良かったですね。なんとなくね、介護の仕事って言うとほらもう忙しくて、そうもう縛られるでしょって、もう毎日身動き取れなくなっちゃうんでしょって結構思われてる方も一般的にいらっしゃるかもしれないので、そうじゃないっていうことですよね。で好きなことも今やっと同時にやってるということなんですけれども、で続いてあの照沼さんなんですけれども、まあ、照沼さんね、本当に介護の知識なくて施設長になっちゃってみんなの前で話しなきゃいけないという中から、はい、でもあの続けて、まあ、ずっといらっしゃるということなんですけれども、でも照沼さんあの同時にですね、あのご自身の親の介護も始まったそうですね。そうですね、実家にあの隣の市に住んで母は長男夫婦と住んでいたんですけれども、私のところにデイサービスで通っておりまして、え、はい、ご自身の施設にお母様が通うようになった、はい、そうなんです、はい、それも介護保険まだ受けてなかったのですが、はい、少し身体的にこう落ちてきてしまったってところもあって、活性化が必要だなと思いまして、うん、デイサービスを進めたんです。最初はでもすごく嫌がってました、はい、まあ、みんなそうですよ。そうなんです、うん、その垣根がありまして、うん、で通い始めたらすごく楽しくって、週に1回が2回3回4回となりまして、すごく楽しみに通いました、うん、もう楽しくてしょうがなかったみたい で、うん、でそのうちにうちの事業所が地域密着型通所介護ってい う、 こうデイサービスの形態が変わりまして、同じ市町村の方が通えますよっていうことになったんですけれども、隣の市だとやっぱり経過措置っていうのがあってそのまま継続はできたんですが、送迎がなかなか難しいっていうので、私は施設長をしていたんですけれど、ちょっと母のこう楽しいっていう思いを続けさせたいと思いまして、施設長を降りさせていただいて、定時で朝から晩までっていうのをこう変えられるシフトにさせていただいて、母の送迎をしました。このパターン結構レアですね。ね、施設長になって、うん、でそこからご自身のお母様のケア介護をもうしっかりとしたいという思いでお勤めになれた施設長から一回降りて、うん、っていうことですよね。はい、やっぱり母の方が大事でしたので、よく去年旅だったんですけれども、はい、私は良かった、いい選択をしたなと思いました。うん、ね、でもその前にも介護の仕事をされてたから、そういう意味ではそれは役に立ちましたか。そうですね、やはり実家の者たちは介護のことが知識がほとんどないので、私が介護に従事しているっていうことですごく信頼してもらいましたし、うん、母も安心していられたと思います。で最後まで介護できたっていうのは介護職についていたことが、まあ、すごく私は良かったなと思いました。うん、なるほどね。でもじゃあこれは運命というかですね、はい、もね、そうですね、そう思いました。事務をやってたままだったら、はい、もう介護については知らないままだったっていうことですね。知らないままでした、はい、やっぱりハリーもね、やっぱり知ること大事だっていうふうに言ってましたけれども、うんうん、だから照沼さんもやっぱり知ってて本当に良かったっていう。そう、良かったです、すごく、うんうん、やっぱり役に立ちました。あの聞いて申し訳ないんですけど、はい、ちょっと失礼で申し訳ないんですけど、時間のスパン的に事務として、はい、そして人事異動あります、施設長になります、でそこからお母様の介護にフルタイムで、だからこのタイムスパンってどれくらいだったんですか。全体的に施設長を務めてたのは11年ぐらいですね。11年、はい、
はいはい、平成19年からでして、はい、母がうちのデイサービスに通い始めたのは何年だ、21、2年だったと思うんですけど、10年ちょっとやっぱり通いまして、はいはいはい、10年以上から、はい、そうですね。じゃあ介護という分野には20年以上携わってるっていう。いや、介護に関しては19年からですから、はい、16年ぐらいです。16年、失礼しました、はい、ごめんなさい。で、去年亡くなられるまで介護してたということで、うん、はい、で、ね、はい、施設長はね、一旦辞められたということですけども、はい、でその後ケアマネージャーと地域連携室の室長を、これもこれは介護と同時に、はい、そうですね、施設長を交代したと同時に、まあ、地域連携室の室長っていうのを命ぜられまして、まあ、地域に貢献するっていう仕事をさせていただきました。うん、だから施設長は辞めたとはいえ、やはりまた大事な室長という仕事をまたやりながらの介護だったという。そうですよね。だからその施設にお勤めになられている他のスタッフの方々からすると、ちょっと待てよ、施設長がもう現場の現場に完全に降りてきたっていうことですよね。あ、管理者ということで残ってはおりまして、私は、まあ、そうですね、現場も入りながらの施設長でしたので。あ、そうか、そう、小さな、なるほど、なるほど、なるほど、はい、施設でしたので、なるほど、ショートステイとデイサービスがありまして、あ、はい、デイサービスに入ったり、はい、しながら。でもある意味スタッフさんにとってもさらなる支えになったということですよ ね、うん、ね、そうですね、ね、もともと現場でもやってたし、施設長もやってたし、ということで、まあ、だから頼れる、そう、チームもやってなので、ね、こうどっぷり、まあ、介護に入れなかった部分はあるんですけれども、うん、こういろんなことをやらなければいけないっていう立場ではありました、うん、でもそういう意味で、でもお二人の話聞くと、でもやはり自分の人生で大事にしなきゃいけないもののために、こうシフトをうまく使って、あの働き方を変えられるっていうことが伝わってきました。あの、ね、うん、介護だけ仕事だけどっぷりじゃなくて、ちゃんと自分の人生も、ね、大事にできるんだっていうのが伝わって、はい、きました。それ、うんうん、とても大事なことだと思います、うん、僕は介護のプロではないです、うん、ただ父の晩年を母親と、そして施設側の皆さんと一緒に一つのチームとして、ワンチームとして見届けたものとして言えることは、うん、身を捧げる全身全霊の介護というものも美しいことかもしれないんですけど、うん、そういったものの中でも自分自身に対しての時間とご褒美、うんうん、100% の介護というよりはちょっとだけ、例えば 60%、70% ぐらいに落として、自分の心の余裕っていうものも持てたら一番素敵だと思います。うんうん、自分の趣味を絶対忘れてほしくないんですよね。で、ある医師の方々は、介護に携わるイコール自分の趣味、自分の人生を捨てて身を完全に捧げるお仕事というふうに思われる方もいらっしゃる。うん、でもそういうことじゃ ないんですよね。そうですね。うん、はい、自分の時間も持ちつつ介護にも全力でっていうところですね、うん、これはもう極論なんですけども、はい、じゃあ例えば施設のスタッフさんの中で野球が好きな人だったら、はい、じゃあそれ横のつながりで、じゃあ野球の、まあ、ドームであったり神宮かどうか分かりませんけども、チケットを例えばプレゼントするような仕組みであったりとかで、日常的に皆さんね、あの夜勤だったら夜勤明けに酸素カプセル券とか、うん、そういったものをうまくなんか、介護施設という存在が離島のように社会から離れるのではなく、社会の一つとして地方自治体、そして地域全体も支えて、みんな同じ方向に一緒に向かえるような社会づくりっていうものがいずれかできたらなと思っていますね。うん、そうですね、うん、だから働く人たちも楽しみながら、であと暮らしも大事にしながらで、施設も地域の中にあるんですよね、うん、だからあの地域の中で働いてるというふうにあの考えて、なんかいろんな柔軟な、まあ、地域の人が応援に入るとか、うん、まあ、ちょっとコロナでね、うん、なかなかちょっと人の出入りができなかったあの時間がちょっと長く続きましたけれども、まあ、ハリーのような応援団もいますので、うん、はい、応援団、応援団長的な、ね、あと山田さんはね、特にそれをね最初に言ってましたよね、だからあの中に入ってで支えるのではなくて、外から支えるっていう、今まで経験してきたことっていうのは施設の中で発信しちゃうと外に広がっていかないので、うん、あの経験したことをこう強みにして、こう外側からアプローチしていくことで、それこそ私あの介護を受けてるからどうとか、
高齢者だからどうとかではなく、みんな生活だし、みんな同じ人間だし、何をやってもいいじゃないって実は思っているので、なんかそういった風になったらいいなっていうふうに思ってます。そうですね、ぜひ。でもちなみに山田さんはその自分自身のライフプランはどこから考えてたんですか、はい、そのファーストフードから介護で美容で写真でですけど、ちゃんと自分の青写真みたいなのは途中からですか、うん、そうですね、そんなにこう先の目標を考えてやってきたっていうよりは、今これやったら楽しいな、この介護の中でこれ取り入れたら仕事が楽しくなるな、これがやったら楽しいなってなっていって、最終的に仕事にしようっていった形なので、なんだろう、足りないものを探していく感じで今っていう感じなんですよね。だからそんな素晴らしいこうなんかビジョンを描いていたわけではないんですけ ど、はい、でもそう伺うと、介護の仕事に入る前にやってた自分のキャリアをなんかどうやったら生かそうみたいに考えればいいっていうことで、なんか音楽好きな人だったら、ね、もともとそこからレクリエーションって結構パターン化していったりするけれども、うんうん、でも音楽が得意だった人はそれを生かせばいいとか、はい、あと園芸だったりとかとかね、なんかもともとやってたことを生かしながら、なんか介護楽しくできたらいいですね、はい、実はそういうことをしてたんです。音楽が好きな人がいたり、ハンドメイドが好きな子がいたりとかっていうのを全部自分の趣味を現場で生かそうよ、それで利用者さんに喜んでもらえればいいじゃないって言って、はい、別にレクリエーションはこういうものだとかっていうものはもう取り払っちゃって、やりたいことやろうよっていうふうにしていったら、離職率が下がったんです。なるほどね、でもそうですよね、そんな風にできたら、またアウトドア好きとかね、うん、だったら利用者さんと一緒にアウトドア行くとかね、うん、なんかそれもありかなと思うんですよね、うん、やっちゃダメじゃなくて、なんかできるを、だからハリーもね、避けてた施設に入ったからこそ、うん、と外出してビールが飲めてっていう話があったんですけど、ぜひなんか皆さんのできるを掛け合わせて、うん、なんかそれは利用者さんと家族だけじゃなくて、うん、働いてる人のできるも増やしていければいいなっていうのをね、ちょっと感じましたね。とても重要なポイントだと思いますね。なんかその方がより生き生きとして、うん、そしてエネルギッシュで、うん、かつ自分に対してプライオリティも与えながらの介護ができると、うん、また新たな、うんうん、ステップを業界として踏めるんじゃないかなと思いますね。そうですね。もうで、あと照沼さんもですね、実は施設長とか地域連携室室長、勉強家なんだと思います今認知症介護指導者というのもやってらっしゃって、だから指導するが、研修受ける人の指導するっていう、そうですね、はい、今年度から加わらせていただきまして、始めたばかりですが、微力ながら認知症になられた方がより良い生活を送れるように、うん、こうお一人でもこう認知症に対する理解が深まっている職員の方が増えるといいなと思って携わらせていただいてます、うん、やっぱり会社の人を見る目はやはりあったってことかもしれません、うん、とてもとてもありがたい存在だと思います、うん、結構認知症になったイコール人生そこで終わりだよねって、うん、勘違いしてしまう方って多いです、うん、それは当事者もそうだし、周りにいる家族も、僕もそう思っていたんだ。でも蓋を開けてみると、ちょっと待って、認知症と向き合っても限られてしまうかもしれないけど、まだ仕事はし続けることができる、うん、父親の場合は認知症と向き合いになってから、それ以降も本とかも出したりとかしていたので、はい、素晴らしい、うん、まあ、その間に僕もいたりとかしていたんですけれども、そこで人生が終わると思ってほしくないんですよね、うんうん、認知症になったからこそというわけではないですけれども、なんか僕はより父親に突っ込んだ質問ができるようになって、うんうん、彼の人生の黄昏の中で今までは知ることができないようなことをたくさん聞けましたし、なんかより穏やかに向き合うことができたと思います。今でも忘れられないのが、まあ、僕は結構悲観的というか、まあ、父親がそういうブラックジョークを言ってもちょっと泣いちゃうようなタイプであったんですけども、認知症になったことによって人生ってもっと面白くなったよねって、僕はそのイギリス人らしい彼のユーモアに全然ついていけなくて、何言ってんだよお父さんみたいになっちゃったんですけども、うん、ある意味
悟ったというか、覚悟ができたというのか、そういう覚悟ができた父親はやっぱ全力でサポートしたよねっていうことで、できるだけ外に連れ出したりとかしましたね。受け入れたお父さんは、まあ、より強くなったの ね、とんでもない人でしたね。強かったな、はいはい、でもそのお父さんとの、ね、時間を取り戻させてくれた介護職の、うん、はいね、皆さんということでですけれども、本当にいくつから本当ライフシフトしてもいいんだっていうことが、お二人の話を聞いてて伝わったかなというふうに思いますし、ね、ぜひ自分のできるスキルを、ね、生かしていただけたらというふうに思います。で山田さんなんか子育てもやりながらのライフシフトでもあったわけで、で照沼さんの方はね、介護、そう、自分の介護経験が終わって介護職になる人も多いんですけれども、ご自身が介護の職に転職したからこそ家族の介護がちゃんとできたというケースで、まあ、本当人それぞれだなというふうに感じました。じゃあそれでは山田さんと照沼さんにもそれぞれ一言ずついただきたいと思うんですが、はい、まずは山田さんお願いします。はい、先ほどもお話ししたみたいに、私自身は施設からちょっと離れたところからのアプローチをし始めて気がついたんですけど、やはりその介護の仕事をしてきたことってものすごく役に立っていて、でこれ今写真に撮ってもそうですし、美容もそうですけど、高齢者がすごく増えてきて、その時にこう培ってきた経験だったりとかコミュニケーションだったりとかっていうのは本当に役に立っているの で実際だから今高齢者のお仕事をこれからしたいなって方とかも、どんどんやっぱり現場に入って経験してみてもらいたいんですよ。でそれは絶対無駄にならなくて、次のステップにまた生かせるものになったりとかすると思うので、変な固定観念を外れて、生活の場なので楽しいところなので、ぜひ介護の仕事楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思います。はい、わかりました、ありがとうございました。照沼さんお願いします。はい、私たち介護職員はその利用者様の望む暮らしを叶えるために一生懸命日々努力しています。その利用者様がその人らしくこう毎日生きられるように介護職員は携わっています。利用者様に誠意を持って直面すると、利用者様の方から笑顔のプレゼントがいただいたり、すごくコミュニケーションでこう温かい気持ちになったりもします。すごくやりがいもありますし、今はどのこう施設でも勤務体制なんかもこういろいろフレキシブルにこう対応してくださる施設も多くなっておりますので、職員さんの生活スタイルに合わせる施設などもこうたくさん今は出てきてますので、ぜひ皆さんにも介護職に加わって、私たちと一緒に介護を必要とする人のために働いて行っていただけたら嬉しいなと思います。いやでもお二人の表情を見ているだけで、まあ、あとねやりきったハリーの表情を見ているだけで、はい、やっぱり介護って悪くないって思ってもらえたらっていうふうに思います。家族がやるにしても、介護職の人がやるにしても本当に柔軟性があって、本当クリエイティブな仕事だと私は思いますので、ね、山田さんから変化が楽しいって言ってましたけれども、はい、同じ日がありませんので、介護の現場はぜひそれを経験してもらえたらというふうに思います。やはり改めて2人のお話を聞いて、はいはい、どういうふうに感じましたか。介護の世界ってすごい柔軟なんですよね、それが分かってない方結構多いかなと思ってますし、なおさら介護に携わる皆さん胸を、ね、張ってプライドを持って、誇りを持って、私は、介護に携わるものだと、介護福祉であったり介護士であったりケアマネージャーであったり、プライドを持ってほしいんですよね、いやいや私も介護全然ですみたいな、そうじゃなくて、もう社会のヒーローなんですから、僕は今後もしっかり感謝を伝え続けたいと思いますけれども、みんながかっこいいって、みんなが素晴らしいっていう存在をより認識しやすい、自分で認識しやすい、そしていろんな人がそう言われやすいような社会になれたらいいなと思ってます。ハリーありがとうございました、はい、いかがでしたでしょうか。これをもちまして自分らしく築くキャリアケアの仕事の可能性を終了させていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます、はい、本セミナーを通じて介護の仕事に興味関心を持っていただけたら、はい、非常に嬉しいです。介護に関するより詳しい情報はこれからの介護でも発信していきます。ぜひこちらのサイトの方も参考にしていただけたらと思います。
それではハリー杉山さん、山田真由美さん、出沼ひろ子さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。